皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフさんこんばんは。はい、こんばんは。ハレルヤ。ですね、この間コメントでですね、その進化論もやってほしいということで、以前ですね、進化論を切る単細胞編だったかな、単細胞編かなんかでやったのかな、細胞編だったかな、そういうのやりまして、で今日はですね、地層化石編も何回もやったことあるんですが、とりあえずもう一度、進化論を切る、地層化石編ということで、なぜですねこんなに進化論にこだわるかというとですね、その何て言うんでしょうかね、今はね、今は進化論を信じてる日本人の方すごい多いんですけど、ちょっと声が小さい、今進化論を信じてる人が多いんですけれども、私はね、逆にね、進化論が間違いだということを通してね、進化論が間違いだということを通してリバイバルが来るような気もするんですね。ですから進化論が間違いだということも継続して訴えていく必要があるんじゃないかと。声がまだ声小さい。 BGM はどうですか。声小さいですか。 OK、ね、小さい。じゃあちょっと待ってくださいね。どうして、このぐらいでどうでしょうね。このぐらい大きすぎる、これで声 OK ですか。大きすぎない、大丈夫。はい、うるさいうるさい、でかい、 OK。 分かんない、どっちか分かんないまだ小さい誰を信じたらいいか分からない。まあいいでしょう、これでいきましょう。それでですね、まずじゃあ早速始めましょう。ちょっと祈ってから始めましょうね。天の父様、これから進化論についてメッセージをしますので、あなたが語ってください。あなたが進化論のその問題点にメスを入れて、多くの人のその進化論洗脳を解いてください。進化論の呪いから解放してください。進化論の愚かさから解放してください。進化論の偽りから解放してください。この世を解放してください。日本を解放してください。どうぞ真理を教えてください。目が覚めますように、目から鱗が落ちますように、進化論という鱗が落ちますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメンアメン。はい、今日今晩は進化論の鱗が取れますね。はい、Jさんアメン、ダイさんアメン。進化論の鱗が取れますよ。まずですね、地層編と、化石編を分けて話したいと思いますね。まず地層ね、地層というのはですね、進化論でいうとこう地層っていろいろあるんですが、この地層がですね、ものすごい何億年ってかけてできたと考えますね。地層っていうのは何億年かけてできたと考えます。ところが創造論だとですね、地層はノアの洪水の時にできたと考えます。さあ果たしてそれはどっちが正しいんでしょうかね。何億年かけた地層なのか、それとも短期間でできた地層なのか、そこからね、ですね、何億年バーバスノアの洪水期間という、どっちが正しいんでしょうか。そこでですね、まずその短期間にできたという一つの、考え方に、川がありますね。川の作用に、浸食作用、それから堆積作用、運搬作用って3つの作用があるって、皆さん地学だったかな、習ったことがあると思うんですが、その、川がですね、この土砂をこう運搬して、で
その何でしょうか、川下の方でこう堆積をする、つまり土砂が堆積してこの地層を作るというのがその、地層ができる理由なんですね。これはもう地学で習うと思うんですが、つまり地層というのは、この何て言うんでしょうかね、水が流れて土砂を運んで、それで地層ができるというのが、これが地学ですね、地学で。1980年に、セントヘレンズ、これはですねちょっと引用しないと怒られちゃうんで、これクリエーションリサーチという団体の雑誌ですね、これ引用すればいいと思うんですが、クリエーションリサーチという雑誌の、まあ、創造論の雑誌ですね、創造論の雑誌ですけど、1980年にセントヘレンズさんという、そういう山が、まあ、爆発するんですね。爆発して火山流とか火砕流ですか、火砕流とか、そういう泥流とかが流れたというのがありまして、これがそうですね、これ、これを見ると一番下が1900、これ人間ですよ、人間ね。で1980年に5月に大噴火のこう堆積します。それから1980年に、6月に火砕流があって堆積しますね、堆積します。それから1982年に泥流が溜まってここに地層ができるんですね。まあここに人間がいるわけですから、この地勢はまあ10メートル以上、10メートル以上あるわけですね。これはせいぜいですね、2年ぐらいですか、およそ2年ぐらいでこういう地層ができたわけです。いいですか、あのセントヘレズのヘレンズのさんの、2年間たった2年の噴火の結果ですね、10メートルぐらい、10メートル以上の地層ができたという、ということは地層っていうのは短期間でもできたよということの証拠ですね。地層っていうのは短期間でもできるんだよという、こういう証拠になります。そして次の証拠はですね、で本当に地層があの短期間でできたかということをですね、説明する証拠がありまして、その地層が短期間でできたっていう証拠がこれなんですね。前にもやったことがあるんですが、一応ちょっとやりましょうね。ですね、まあ、地層が、まあ、こういうふうにこういろいろ地層があるとしますよね。こうやって地層があるとします。で、ちょっと今写真は用意してなかったんですけど、この地層にですね、こういうあの丸太ですね、こういう丸太が時々こう埋まってるんですよね、こういう丸太がね。でこれがあの何百年もかけて、何億年もかけてできた地層で、こういう木がですね、こういうふうに縦にあるってことは普通考えられないけど、実際にはこういうことがあるんです。で木がこう垂直に埋まってるということは、結局地層っていうのは短期間にできたという証拠なんですね。もし何億年かけてできたら、こんな木がですね縦になることはありえないね。誰かが埋めたわけじゃないんですよ、これちゃんと地層にこういうのがあるんです、あちこちにね。ということはね、地層っていうのは短期間にできたという証拠なんですね。じゃあ実際にあの木が縦になることがあるのかどうかということなんですけど、セントヘレズの時ですね、皆さん聞いてますか、セントヘレンズの時に、これがセントヘレンズの時にできたんですが、木がちゃんとこう垂直、これじゃないな、木が垂直にこうなって
ってるのが、センターレンズの爆発の時にもこういうことがあったんですね。こういうことがあったんですね。それからそしてですね、ちょっと待ってください。あと待ってください。これは湖で、あの木がこう垂直に浮遊している、縦に浮遊しているっていうことですね。それからこれもあまりよく見えないあれですけど、湖の中で木が直立しているという、そういう写真ですね。丸太が直立しているということですね。だからその木が垂直になっているということは、その地層がですね、地層が、短期間にできたということなんですね。でもうちょっとですね、今度化石ですね、今度化石を含めて説明したいと思うんですが、何億年もかけてできた地層ならですね、これもクリエーションのちょっと絵をちょっと借りてやりますけど、もし何億でもかけてやるならですね、魚が死にます。ね、で魚がその死んじゃって、でこれでだんだん埋まってきて化石になるっていうことですが、でも実際はこういうことはないんですね。これが進化論ですけど、こんな馬鹿げた話はないんですね。見えない。で実際はそうじゃないんですね。魚がですね、死んだ場合にはですね、沈まずにまず浮かんで分解するんですね。分解して、そしてバラバラになって沈んでいくというのが、これが本当なんです。だからもしこういう状況ならですね、こういう状況ならこういう化石はできないんです。もう一回説明しますよ。魚がもしですね、死んだら浮かんでバラバラになって、それで沈んでいくので、こういう綺麗な化石はできないよということですね。画面が見えない。じゃあどうすれば綺麗な形で化石ができるかというと、どうすれば綺麗な化石ができるかというと、まず生きている魚がまず突然土砂が来てこう生き埋めになっちゃうね。この生き埋めになると、綺麗な形、分解していない綺麗な形でこういうふうに化石になるよということです。つまり化石っていうのはみんなこういうふうに、あの 骨が綺麗になってるでしょね。ということは、死んで分解 して化石になるんじゃなくて、その化石っていうのは全部生き埋めなんだよということですね。生き埋めになる、わかります。つまりノアの洪水で土砂が突然来て生き埋めになるということですね。こんな簡単なことが進化論者にはわからない。でもっと、決定的な証拠がありますね。皆さんこれを見てください。これをね、これはですね、あの魚が魚を食べている、魚が魚を食べている、そういう化石があるんですね。で、大きな魚が小さな魚を食べているということですが、まあ、こういうことがあるということは、結局これは死んでこんなこと起きませんから、つまり生きているうちに生き埋めになって、食べてる時に生き埋めになったということですね。食べてる時に生き埋めになったので、だから化石というのは生き埋めなんだよということですね。化石というのは生き埋めなんだよ、生き埋めだからこういうふうに生きたまま残ってるんだよということですね。はい。それからこれはですね、これはイカ、ベレムナイトとイカの化石なんですけど、こういうふうにこう
イカが群れになっている化石ですね。これも生き埋めだ。生き埋めだからこういうふうに生きてる時の状況が化石になっているということですね。生きてる時に化石になったからここにきれいに並んでるということですね。でこれは足跡ですね。動物の足跡見えるかな。で動物の足跡、動物の足跡があるということはこれもね、長い年月に足跡消えちゃいますから見えない。だから動物の足跡の化石があるということはこれは瞬間的に土砂が来て、土砂が来てそのまま足跡が残ったということですね。これも普通足跡はすぐ消えますからね、雨とか風とかで足跡なんてすぐ消えちゃうけど、足跡が残るってことはそれは瞬間的に残ったってことですね。もう一つ皆さんね、すごいのこれも皆さんに見せたことがあるんですけど、この足跡の化石ね、これは恐竜と人間の足跡ですね。恐竜と人間の足跡ということは、まあこの足跡もそのいっぺんにノアの洪水の時できたということと、それから人間と恐竜が一緒にいたと、共存していたということは進化論が間違いだということですね。進化論だと恐竜が絶滅した、昔大昔絶滅したということですけど、創造論だとつい最近まで恐竜と人間が一緒にいたということですね。これは証拠です。証拠、人間と恐竜が一緒にいたという証拠ですね。これはアメリカのパラクシー川の、にあります。ですから皆さんももしですね、アメリカのパラクシー川に行けば今でもこれ見ることができます。見ることができますからね、アメリカのパラクシー川に行ってください。証拠があります。人間と恐竜と共存していたという証拠ですね。これがまあ今日のですね、用意していた地層と化石による進化論を切るということですね。で、その恐竜が、つい先までいたという証拠に、聖書の中にですね、恐竜の記事があるの知ってますか？もう何回か紹介したので知ってる人は知ってるんですが、その聖書の中に恐竜の記事があるんですよ。皆さん信じますか？信じますか？見たいですか皆さん？聖書の中に恐竜の記事がある。本当？ぜひ皆さん、初見の方はね、びっくりしてください。びっくりしてください。人間と恐竜が共存してたという証拠ですね。じゃあ行きますよ。いいですか？びっくりしないでくださいよ。1-2-3。はい、これは呼ぶ記40章ですね。呼ぶ記40章、15節。さあカバを見よ。このカバっていうのはまあね、恐竜のことなんですけど、カバを見よ。まあ恐竜を見よということなんですね。さあ恐竜を見よ。これはあなたと並べて私が作ったもの。牛のように草を食らう。見よ、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、ももの筋は絡み合っている。骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。これが神が作られた大地の獣。これを作られた方がご自分の剣でこれに近づくとありますね。この17節を見てください。17節、尾は杉の木のように垂れとありますね。皆さん杉の木知ってますよね。杉の木、まあ結構大きい、尾っぽがですね尾っぽが杉の木のような動物は何ですか？はい、皆さん答えてください。尾っぽが杉の木のような動物は何ですか？答えてください。尾っぽは杉の木のような動物は何ですか？カンガルーは、そんなに、カンガルーも太いには太いけどね。カバは可愛いですよ。こちょこちょこちょこってね。もう可愛い尻尾です。カバの尻尾はね。はい。
杉の木のような杉の木のような尻尾を持った動物は、杉の木のような尻尾を持った動物は、はい、アライグマ、アライグマ、アライグマなんてこうちょこちょこじゃないですかね。杉の木ですよ。杉の木のような尻尾を持ったって言ったら恐竜しかいないじゃないですか皆さん。恐竜しかいないですよ杉の木を。杉の木の尻尾を持った、ね、動物は恐竜しかいません。それから骨が青銅の管、肋骨は鉄の棒だと、まさに恐竜ですねこれはね。でもう一つあるんですよ、もう一つ。これ一つね、このヨブの41章を見ましょうね。ヨブの41章、これがヨブの41章ですが、13節、誰がその街灯を剥ぎ取ることができるか、誰がその胸当ての折り目の間に入れるか、誰がその顔の戸を開けることができるか、その歯の周りは恐ろしい、その背は並んだ盾、封印したように固く閉じている、一つ一つぴったりついて風もその間を通らない、互いにくっつき合い固くついて離せない、そのくしゃみは稲妻を放ち、その目は暁のまぶたのようだ。はい皆さん、背中にですね、盾、板ですね、背中に板が並んでる動物は何ですか。はい皆さん答えてください。背中にですね、板が並んでる動物、カメ、いやいや、板が立ってるんですよ。ワニ板ないでしょ。サイ、そういうサイいたかもしれないけどね、恐竜ですよね。背中に板が並んでるその動物は恐竜しかいないじゃないですか皆さん。恐竜しかいないね。それでもう風も通らないほどぴったししてるね。その歯の周りは恐ろしいね。誰がその街灯を剥ぎ取ることができようか。皆さんね、恐竜しかいないじゃないですか。恐竜しかねえ、恐竜しかいないと思いませんか。つまり聖書にですね、聖書の時代ってヨブでしょ。ヨブの時代に恐竜がいたということですね。ヨブの時代に恐竜がいた。皆さん、恐竜はついさっきまでいたんですよ。恐竜はついさっきまでいたんですね。恐竜と人間と同じ足跡があるじゃないですかね。そういうわけで、これでね、皆さん、地層も新しいノアの洪水でできた、化石はみんな生き埋めなんだよということですね。化石は生き埋めなんだよ、生き埋めだからあんな綺麗な形で残ってるよ、死んだらあんな綺麗にはならないよということですね。皆さんね、よく分かったでしょね。地層は、短い期間にできた、化石は生き埋めなんだね。そして恐竜も人間と共存してたんだよということですね。はい皆さん、世の中がいかに間違いか分かったでしょ。世の中がいかに間違いか分かりましたかね。ですからまだまだ証拠あります。年代測定法にもね、またいろいろ異論がありましてね、今日はちょっとやりませんけど、とにかくいろんな形で進化論の間違いを説明できるんです。いろんなことでね、進化論の、その間違いが証明できます。今日はこのぐらいにしておいてですね、皆さんもぜひいろいろ考えてくださいね。考えてください。世の中がいかに間違いかということが分かりますね。はい皆さん、すごいでしょね。どっちが科学的ですかね。どっちが科学的でしょうかね。こういう証拠があるんですからね、証拠がある方が科学的ですね。進化論には証拠がありませんね。進化論には証拠がありません。創造論の方はちゃんと証拠を出しますね。証拠をね、まだまだたくさんの証拠がありますね。はい、なぜ進化論を信じる人が多いか、それはやっぱりね、
神が作ったと思いたくないんでしょうね。神が作ったと思いたくないから、神が作ったんじゃないなら自然とできるしかないからね。人間が存在する、生物が存在する、その2つの論理的な理由は、神が作ったか自然とできたかしかないんですよね。神が作ったか人間が作ったかということはね、神が作ったと今まで言われてきた考え方を否定するわけだから、そしたら自然とできたとしかないんです。だから自然とできた、自然発生説ありき、自然発生説ありきで進化論が、まことしやかに言われてきたけど、証拠が全くないんだよということですね。証拠がないんだよということですね。はい。ですから今その科学者の中でね、進化論を否定する人たちがたくさん現れてきて、で ID 論といってですね、これはあまりにもよくできてるから、きっとですね、ID というね、知性の存在が作ったんじゃないかという ID 論が今どんどん増えてきてますね。でも ID 論っていうのは結局は神が作ったということになっていくわけです。はい。それではですね、インテリジェントデザインだ。ID 論っていうのはインテリジェントデザインと言いまして、やっぱり知性のあるものがデザインしたということしかもう説明がつかなくなってきたというね。進化論が嘘だと分かった。アメン。素晴らしいですね。進化論が嘘だと分かった。アメン。はい。それではですね、今日何で説明したの？多分ノアの洪水。例えば石油があるじゃないですか、石油ね。まあこれはまだ確実じゃないんですけど、まあ恐竜がやっぱり埋まった。で、その恐竜が石油になった。で、石炭は植物が埋まったということは、まあ、言われてますね。だから、石炭とか石油もつい最近できたという、ノアの洪水の時にできたということですね。だって何億年かけたらね、もうそんな石炭とか石油は変質しちゃうじゃないですかね。だからその石炭石油はノアの洪水の時にできたと考えると、比較的新しい化石燃料ということになりますね。石炭は植物だってことは分かってます。なんかというと石炭の中に植物のいろいろな化石があるからですね。石油は恐竜だと言われてますけど、恐竜かどうかはちょっとよく分かりませんが、でもプランクトンができたっていうのもちょっと考えにくいですよね。あれだけの量ができたっていうことはやっぱり恐竜の方が可能性があるんじゃないかなと思いますけど、そこのところはまだこれからいろいろ考えなきゃいけないことだと思うんですが、石油は恐竜ではないだろうかと。つまり石油っていうのは有機質ですからね。有機物だから、有機物っていうのは結局生物から来たということですね。石炭石油っていうのは有機物だから、生物から来た。じゃあどんな生物から来たかということですね。石炭は食物、木ですね、植物で、石油は、恐竜だというのが一番、まあ、一つの説ですね。でもそれはまだ確定したかどうかはわからないけど、石油が恐竜から来たっていうのは面白い説だと思います。はい。それではですね、証し行きましょうかね。今日は進化論は嘘証し行きましょうかね。進化論は、嘘証し行きましょう。はい。進化論は嘘証しスタート。進化論は嘘だらけ証しスタート。進化論は間違い。右キリスト教会札幌。進化論が嘘だと分かって心が晴れました。進化論は信じられません。進化論とかどうでもいい。
キューちゃんのおかげで教師に進化論を講義しようと思います。進化論は嘘だと思いました、アメン。進化論はサタンの教えだと確信しました、アメン。進化論は自己のアイデンティティを否定するということになります。ネッシーが嘘だと分かった。進化論は科学信仰者の何でしたっけ、これ虚言じゃなくて読めなかったな。進化論は嘘です。アダムとイブがいるから進化論はないと思います、小太郎さん。今日の放送の内容を卒業論文にします、アメン。進化論は矛盾だらけ、進化論は嘘だと分かりました。進化論のデタラミを世間に訴えていきたいです。進化論を教えている学校は悪だと思いました。これから進化論を否定します、アメン。進化論は嘘だということを学会で発表します、アメン。進化論は嘘です、信じちゃダメです。天地創造論こそ真理です、アメン。キューちゃんの放送で人生が変わりました。地層が堆積してできたことだけでも分かった。神の創造をした時に喜びにあふれました、アメン。進化論は邪道です。当たり前のことにやっと気づきました、光あれ。この放送は素晴らしすぎる。進化論が嘘だということは明日の数学の時間にみんなに言います、アメン。こんなこと言うから誰も恋愛に来ないんだ。進化論を燃やしました。進化論って間違ってたんですね、アメン。キューちゃんも昔から進化論おかしいと思ってたの。実はね、私昔クリスチャンじゃない時は進化論者だったんですね。昔はね、進化論者だったんですよ。進化論を勉強してたんですね、進化論を勉強していました。進化論者でしたね。地動説は認めますよ、地動説は、ね、天動説じゃないですよ。地動説認めます。黒人と白人どっちが先？あのね、ノアの息子にね、セム、ハム、ヤペテという息子を3人息子がいたんですけど、そこからですね、また世界が始まったんですね、人類が始まった。だからセム、ハム、ヤペテのハムが黒人系で、セムが
ユダヤ人系で、ヤペテ何系なんでしょう、まあ、とにかくその3人の息子からまた新しい人類が始まったんですね。はい、進化論を窓から投げ捨てます。進化論は大嘘、進化論なんてゴミだと分かった、アメン。素晴らしい、素晴らしいですね。進化論は嘘だけど信仰心は進化する。まあ信仰心が成長するという、進化という言葉は使いたくないですね。進化という言葉を使わないで成長するという言葉を使いましょうね。科学は成長しますね、進化はしません、進化はしません。好きな音楽ですか？カリジョブが好きですね。戦争をなくす方法ですか？伝道ですね。世界から戦争をなくす方法、伝道です。伝道しましょう、伝道しましょうね。油注ぎください、アメン、アメン。ゲイはどうしたら治りますか？ここで治った方がたくさんいますよ。ね。ここで治った方がたくさんいます。はい、ありがとうございました。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございました。アメン。アメン。ありがとうございました。あのね、進化とね、新しい品種ができるのとは違いますね。掛け合わせで新しい品種ができます。だからインフルエンザも新型インフルエンザができるんですが、それは進化じゃないんですね。進化じゃなくて掛け合わせですね。掛け合わせとか、まあ、なんていうの、突然変異もありますけど、それは進化ではないんだよということですね。犬もね、新品種が出るじゃないですか。植物なんか花なんかも新品種が出ます。でもあれは進化ではありません、あれは進化ではありませんね。はい、ありがとうございました。私も変異人間かもしれませんが、進化ではないですね。はい、はい、それじゃあですね、一応明石タイム終わりです。ありがとうございました。それではですね、何の話をしましょうかね、ちょっとこう進化論を切ることの打足ですけども、例えば情報論というのがありますね。情報論で、情報学って言いましょうか。情報学は情報っていうのは必ず送り手がいるということですね。送り手がいる、つまり送り手がいなかったら情報もないと、当たり前ですよね。例えば、生主がいなかったら放送はないでしょ。それからメールを送る人がいなかったらメールはないでしょ。手紙を書く人がいなかったら手紙はないでしょ。作者がいなかったら、ね、本はないでしょ。当たり前ですね。だからその生物の遺伝子っていうのは情報なんです。情報、30億の DNA があるすごい情報です。だからその DNA っていう情報があるなら、それの送り手がいる、
送り手がいなかったら情報はないと。だから進化してできたってことはありえないんですね。その30億の遺伝子という情報は必ず送り手がいるよということですね。その送り手が神様だよ。神様が作ったから情報があるんだよということですね。進化は送り手にならないんだということですね。進化は送り手にならない。それからもう一つの考え方は熱力学の第二法則というのがあって、エントロピーの法則って聞いたことがあるかな。エントロピーの法則、そのエントロピーの法則っていうのは物事がだんだんこうか壊れていくよ、秩序がなくなっていくよという考え方ね。これは実験で証明されています。エントロピーの第二力学ね。そう考えた時、進化っていうのは壊れていくんじゃなくて、進化っていうのはこう出来上がっていくわけじゃないですか。そうするとそういうことは、その物理学ではありえないよということですね。最初が良くてだんだん悪くなっていくのがこの世界だよということですね。で、実に神が天地創造した時には罪がなくて甚だ良かったと、ね、非常にいい世界だったんですね。ところがこの何千年という間にどんどんこう世界が悪くなってきて、罪によって、悪くなってきて、その人間の遺伝子もどんどん悪くなってきたということで、そういうことでエントロピーの法則によると物事は壊れていくよということで、進化なんかするわけないんだよということですね。進化論というのは熱力学からも否定されます。はい、まあそういうわけで皆さんもですね、いかに進化論が間違いだってことを皆さんの、理由を考えてくださいね。進化論が間違いだってことの理由を皆さんが考えてください。たくさんできるんですね。たくさんできます。ですから、そうですね、いろんな側面で考えても分かることだと思います。はい、もう一つ言いたいのは、進化思想ということですね。つまり進化論から進化思想というのができて、ナチのヒットラーも進化思想をとってですね、弱肉強食、そして、この弱いものは、この自然淘汰されるべきだという、進化論ってそうでしょ。自然淘汰で強いものがのあの生き延びたという考え方で、でそれでヒットラーはゲルマン民族を優秀だとして、ユダヤ人を劣等民族だということで、ユダヤ人を虐殺したわけですね。で、ヒトラーはひどいですよ。障害者の人たちも殺しちゃったんですよ、皆さんね。とんでもないことだということですね。進化思想っていうのは非常に怖いんだということですね。まあ、その、キリスト教はその逆ですね。キリスト教っていうのは、弱い者を助ける、弱いものを守るのがキリスト教ですね。進化思想っていうのは強いものをが生き延びて、弱いものは切り捨てようという、弱いものを切り捨てる、これが進化思想ですね。怖いです、それは怖いですね。弱肉強食は良くないんです。弱肉強食は良くなくて、弱いものを助ける、これがですね、キリスト教です。ですから皆さんね、日本にクリスチャン少ないんですよ。日本にクリスチャンが少ないけども、施設ね、例えば老人ホームとかホスピスとか友人とか、障害者施設はキリスト教の障害施設が多いでしょ。こんなクリスチャンの少ない日本なのに、多くのそういう弱いものを助ける施設はすごく多いんですよ。そういうことの中でキリスト教っていうのは弱いものを助ける、弱いものだからこそ特に助ける、これがキリスト教ですね。これがキリスト教です。ですから皆さん、この間受験の話もしたけど、受験も結局弱肉強食ですよね。その勉強できる人だけが勉強する、環境が与えられる、勉強できない人は勉強しなくていいという、これが受験ですけど、これもまあ進化思想の一部ですね。進化思想の一部で、キリスト教は逆ですね。勉強できない人ほど
勉強しなきゃいけないという、勉強できない人ほど教えなきゃいけない、これがキリスト教ですね。ですから皆さん、進化思想に気をつけましょう。進化思想というのは、弱肉強食だよということですね。そうそう、世の中っていうのは悪いものを食い物にする世界ですね。悪いものを食い物にする世界ね。男尊女卑も弱肉強食です。男尊女卑、人種差別も、これも弱肉強食ですね。格差社会、格差社会もこれも弱肉強食です。だから進化思想っていうのはもういろんなところにはびこってるんですね。進化思想っていうのは、あちこちにはびこっておりますので、それは結局サタンから来た考え方だよということですね。進化論よりイエス様を信じます。アメン。進化論よりイエス様を、信じます。私はね、ゲイの人を差別するつもりは全くないですね。ゲイの人を差別したり裁いたりするつもりはありません。しかしゲイは治るんだよということですね。ゲイの人を憎んではいませんよ、もちろんね。隣人を自分のように愛しなさいということなんですから、私たちは、ゲイの人を愛します。ゲイの人を愛します。しかし聖書では、その同性を禁じているよということですね。不倫も禁じている、不貧困も禁じている、偶像崇拝も禁じている。でも隣人を自分のように愛する、だから差別してるわけじゃないんですね。差別してるんじゃなくて、ゲイの人も愛しますということですね。ゲイの人も愛しますということですね。はい。ですから皆さんね、進化思想っていうのは結局はですね、悪魔の思想なんだよということですね。悪魔の思想、神の愛の思想は、弱い者を助ける、弱い者を助けるね。これが、ですから皆さん、兄弟姉妹の皆さん、弱い者を助けましょう。特に弱い人に心を向けましょう。神様もそうです。神様もですね、この世の中の弱い人、虐げられている人に関心があります。神様は、本当に、苦しんでいる人たちに、心を向いているんです。ですから兄弟姉妹の皆さん、皆さんも、ね、皆さんの周りの弱い人に心を向けてください。苦しんでいる人に目を向けてください、ね、虐げられている人、立場の弱い人に心を向けてください。これが神の愛です。神の愛です。メラニーさんが8時からリレーするんですか。これまあ正しい情報じゃないんですけど、メラニーさんが8時からリレーするという情報が来ておりますが、本当かどうかちょっと分かりません。皆さん、弱い者の立場を理解しましょう。あ、メラニーさんしますか。はい。8時からメラニーさんが、リレー配信するそうなので、よろしく。それではですね、皆さん、ぜひぜひですね、聖書ではですね、あれですね、真理の帯、ああそうですか。第3もやるんですか。第3も、リレー配信するの。真理の帯、ダイさんとメラニさん2人ともやるんですか。聖書ではですね、孤児ですね。孤児っていうのはまあ、みなし子のことですが、あ、今日はしない。ダイさんは今日しないね。じゃあ今日はメラニさんだけということですね。孤児とですね、外国人と、あとあれですね、未亡人ですね。未亡人、ヤモメですね。ヤモメ、孤児、外国人のことをね、こうまあ助けなさいっていう命令があるんですよ。皆さん、聖書っていうのはすごいでしょ。皆さん、もう何千年前の本ですけど、弱い立場の人、特にそういう外国人、孤児、そしてヤモメ、そういう人たちのことを助けなさいっていう命令があるんです。だから皆さんもですね、そういう弱い立場の人を助けるんですね。
その弱い人のことを助ける、これがですね、聖書の命令です。聖書の命令です。ですからぜひ皆さん、そういう弱い人を助けましょう。弱い人を助けましょうね。この苦しんでる人、弱い立場の人、必要としてる人たちに心を向ける、これが神の愛です。これが神の愛ですね。これがメラニーさんの、コミですね。メラニーさんのコミ8時からやりますので、どうぞ、メラニーさん応援してあげてくださいね。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、私たち人間は偶然生まれたんじゃないんです。私たち人間は愛に満ちた愛のお方である神様によって作られたんです。そして人間はですね、偶然生きてるんではないんです。神の形に似せて作られたんです。神の形に似せて作られたんです。人間はですね、単なる動物ではありません。人間は素晴らしい存在として、神様が目的を持って作られたのです。その一番の目的は、私たちが神の子になることです。イエス・キリストによって神の子になるように作られたのです。ですから皆さん、私たちは生きる目的があるんです。なぜ生きる目的があるかというと、私たちを作ってくださった神様に、神様が作るときに、人間を作るときに、目的を持って作ったから、その神様の目的が人間の生きる意味なんです。エペソ2章に、人間は神の作品であって、イエス・キリストにあって良い行いをするために作られた、イエス・キリストにあって良い行いをするために作られたと書いてあります。つまり人間は何のために作られたかというと、イエス様に、イエス様を信じて、神の力を受けて、神の愛を受けて、その神の力と神の愛によって良い行いをするために人間は作られたのです。皆さん、人間には生きる意味があるんです。罪から離れ、悪から離れ、悔い改めて、イエス様に罪を許してもらって、イエス様から愛と力をもらって、愛と力をもらって良い生き方をしましょう。良い行いをしましょう。それが生きる意味なんです。進化してできたんじゃないんです。進化してできたんじゃなくて、神が目的を持って作られたんです。皆さんは期待されているんです。皆さんは尊い存在として、神が愛する存在として、素晴らしい目的があり、生きることに意味があり、皆さんは期待されているのです。ですからぜひ皆さん、人生に目的がないような偶然的なものとして進化したようなものではないんです。もう意味のない生命ではないね。たまたま生まれてしまった、たまたま進化してしまったという、そんなデタラメなことによって人間が生きてるんではありません。人間は尊い存在として、神様に本当に愛されて、神様の計画があって、皆さん一人一人は、ユニークなんです。神様がユニークですから、皆さん誰も同じ人はいません。皆さんはたった地球上に一人しかいません。皆さんはそういうユニークな存在として素晴らしい価値があるので、皆さんは生きることの素晴らしさをイエス・キリストにあって信じてください。ああ、ね、人間として作られてよかった、イエス・キリストにあって救われてよかった、神様の力を受け、神の愛を受けて、正しく生きることは素晴らしいんだと、ぜひ皆さん生きる意味をイエス・キリストにあって、知ってください。信じてください。生きてください。弱肉強食で生きるんではありません。他人を蹴落として自分だけ成功しようとか、自分だけ生き残るとか、そういうような生き方をやめて、そのような進化思想的な弱肉強食的な生き方をやめて、弱い者を助け、その、苦しんでる者を同情するような、
その神の愛を持って生きるような生き方、そのような生き方、皆さん本当の生き方をしませんか？本当の生き方をしませんか？人間として、神様が目的とされている本当の生き方をしませんか？アメン。そのようなね、進化思想じゃなくて、その神様にあって本当の生き方、本当の生きる目的で生きたい方、アメンと言ってください。アメンと言ってください。アメンと言ってください。アメン。そのような生き方をしたい人、罪を許されてイエスキリストによって新しい命が欲しい人、新しい生き方ができしたい人、アメンと言ってください。アメン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 。ハレルヤ。素晴らしいね。もう BSP の人はみんな燃えてます。 BSP の人はみんな燃えてますね。リスナーの方も燃えています。アメン。アメン。ね、イエスキリストにあって燃えましょう。イエスキリストにあって燃えましょう。神の力で燃えましょう。神の命で燃えましょう。神の愛で燃えましょう。天のお父様、多くの人は騙されて苦しんでいます。弱肉強食で人間のその冷たさによって苦しんでいます。しかし神様は神の愛で苦しんでいる人を癒したい、救いたい、慰めたいと思われています。どうぞ今アメンと言った方々の罪が許され、神の愛で満たされますように。神様の愛で満たされますように。今アーメンと言ってる方々が神の愛で満たされて燃えますように。燃えますように。そして神様の御心が、成就しますように。弱肉強食ではない、神の愛で人を愛する、そのような生き方ができるように作り変えてください。進化論は大きな間違いです。進化論は大きな間違いです。神様が人間を作りました。神様が地球を作りました。神様が宇宙を作りました。神が作ったから美しい。神が作ったからよくできている。神が作ったから素晴らしい。私たちは神の作品です。神の作品です。神様は作ってくれてありがとう。神様、私たちを作ってくださってありがとう。あなたが作ってくださった素晴らしい地球で生かされている。あなたが作られた素晴らしい環境で生かされている。神様ありがとう。神様ありがとう。イエス様が私たちのために死んでくださって、私たちの罪を許してくださったので、そのことが理解でき、そのように生きることが許された。十字架のおかげで、十字架のおかげで正しい生き方が分かった。目から鱗が落ちた。十字架によって進化論という、鱗が目から落ちました。もう私たちは見えないものではなく見えるものです。もう私たちは盲目ではなく見えるものです。見えるものです。皆さんも目が見えるようになりました。皆さんも目が見えるようになりました。もっと主を、真理を教えてください。もっと真理を教えてください。もっと見えるようにしてください。霊的にもっと目が見えるようにしてください。もっと真理が分かるようにしてください。リスナーの方々に信仰を与えてください。あなたの真理が分かるようにしてください。真理のうちを歩めるようにしてください。もっと霊的に燃えますように油を注いでください。油を注いでください。もっとリスナーの方が燃えるようにしてください。イエス様、日本の盲目が治りますように。日本の暗黒が治りますように。日本に光を与えてください。誠の光、真理の光、あなたの光を当ててください。神様の光、イエス様の光をこの日本に当てて、日本が目覚めますように、生き返りますように。イエス様、日本を救ってください。ありがとうございます。イエス様、今晩もありがとうございます。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。シャローム。ありがとうございました。ハレルヤ。アメン。シャローム。シャローム。アメン。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。アメン。アメン。